はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、僕普段これメガネかけてるからね、自分でもなかなか気づかんかったんですけど、まつげがね上がってきたんですよ。上がってきたんです、まつげがね。いつもこうちょっとまあ、まっすぐかちょっとこう下向いてた感じだったんですけど、それがヒュッてこうね、まつげがね上がってきたんですよ。本当に子供ちゃんとかでこうまつげがこう長くてね、羨ましい子とかいてるじゃないですか。ほんまね、気持ちあんな感じになってきたるんですよ。まあ、あれはいつだったかな、1ヶ月半ぐらい前ですかね、このチャンネルで紹介させてもらってたこのまつげ美容液あったじゃないですか。でこれがね、まあ、気になる人は Twitter か Instagram かの DM で連絡くださいねと伝えてからね、まあ、結構ほんまに大変多くの人からね DM いただきまして、その中でもご購入された方からね、もう喜びの声を、返信をねいただいております。そのまま一回見てください、本当に僕のまつげを。どう言ってこうかな、こっちのねまつげがね、気持ちがヒュッてこう上がってません？本当にこっちはそうでもあるか、でもこっちもねちょっと気持ち上向いてんすよね。わかるかな、ちょっと明るく、どうです、上がってるでしょう。男のくせに、男のくせにってあれですけど、男の割に結構上がってるまつげしてません？本当にそうなんですよ、本当にね上がってるんですよ。すごくないですか、ほんまに。毎日これ、まあ、1滴2滴ぐらいこうね、手にこう出してですよ、スポイトにね、こうちょんちょんと垂らしてこう塗って塗ってってしてるだけで、でもう一滴は、手のひらに伸ばしてお顔にガーってね塗ってるだけで、まあその結構それで肌の乾燥もねマシになってきてます、本当に。あとね、まあ、ちょっと恥ずかしいけど、わかるかな、このシミ、わかります、シミまで、あ、ちょっと暗くしたらわかるかな、こういうところにねシミがあるんすよ肌汚いな、まだやっぱり。これはあれですわ、 GVHD ですね、皮膚の GVHD で、入院のあれは骨髄移植か、骨髄移植した時直後ぐらいに、その肌がガサガサって全部荒れて、その時にこうシミになったやつがね、まあちょっと残ってるんですけど、まあこういうシミとかを対策するもんじゃないんですけど、乾燥とかはねすごいなくなってきてます、お肌はね。喉と目はまだまだ乾燥はしてるんですけどもね、飲んだりこう点眼とかねできないんでね、まああれなんですけども、まあ本当にこれやりだしてまつげが上がりました。ビューラーいらんのちゃうかなっていうぐらいです。植物由来でも動物由来でもないし、もう人幹細胞培養液なので、ね、あなたが人間ならば効果は絶対あります、人間ならですよ、ね。まあ、これ見てくれてる人はみんな人間やと思うんですけども、まあね、病気の僕でも使えるので、まあ、僕自身すごい安心できてます、本当にね。結構その幹細胞美容液っていうのがね流行ってるんですけども、大体その植物由来とか動物由来で、人間に馴染みやすいですよってこう言われてるんですけども、やっぱ植物の細胞もいいと思うんですよ。動物の細胞もね、それは馴染むようにできてると思うんですけども、やっぱりね人の幹細胞の方が僕はおすすめです、本当に効果出てるんでね。今はでもそのあれ何、サメか
豚か、サメとか豚の肝細胞病液とかで、あの冷めたことあるんですよ、頭皮のやつとかね。あれよりもこっちの人肝細胞の方が効果が見られます。本当に前にも言いましたけども、これをやって美顔器かミストとかパーってやったりするとね、まあ、お家でカクカク出ても手形出てるじゃないですか。そういうのをされるとじわーっとこう吸収か浸透されていくんで、よりそのミストの力でより浸透されていったりするんで、そのほうれい線がね、気になるほうれい線がなく消えたっていう人とか、この目尻のシワとかね、なんか気にならなくなったとかっていう人もいてますし、まあ、何よりもまつげが伸びてまつげくせんくなったっていう人がねすごい多いです。まあ、医療品でもないし、医薬部外品でもないですし、ただの化粧品なんで、本当にお値段は前回もお伝えした通りのね、税込み送料込みの 16,870 円です。ちょっとね、お値段しますけども、いいやつなんで、やっぱ値段はね、します。それなりに。ね、まあ、クリスマスは過ぎてしまいましたけどね、男の人だったらね、女性の方にクリスマスプレゼントにって言えたんですけどもね、まあ結構そのまつげで悩んでる方も結構多いんでね、こういうのもすごいおすすめなんで、ぜひ、使ってみてください。下のね、概要欄から、ツイッターかインスタグラム、僕のツイッターとインスタグラムなんで、その URL をクリックしてもらってからの、DM をご利用ください。身をもって体験してることなんで、もう自信を持って皆さんにお伝えしてますんでね、ぜひ使ってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。